どうもバイCBです。ここはね、池間島っていう宮古島からすごい北にある島なんですけども、橋でね、つながってます。でこの島、今橋渡って左にぐるっと来てる途中なんですけども、せっかくなんで池間島一周を動画にしようと思います。池間島って本当に小さい島なんですよね。今シャコガイ養殖って書いてありましたね。で今時刻は16時16分。だいぶというか若干涼しくなってきました。もうヒリヒリして痛いですね。やけどみたいになっちゃって、やけど目塗ってんだけど、やっぱこっちの日差しは半端ないですよ。やっぱ長袖着ないとダメですね。まあ、オートバイ乗るときはね、安全面考えたら長袖乗った方がいいんですよ。乗ったじゃん、着た方がいいんですけど、もうさすがに暑くてね、長袖持ってきてないです。あとグローブしてないのはすいません。多分ね、半分ぐらい行ったんじゃないかな。ほんと小さい島なんですよ。半分ぐらい行ったはず。ここに灯台が左手に映ってるかな、ありますけども、ぐるっと、これ今右カーブなんで多分折り返し地点ですね。ほんと小さい島ですよね。目に海が見えてきましたね。せっかくなんで池間大橋渡って、宮古島側に着くところまで撮ろうかなと思います。ぶっちゃけそんなにこのルートだとあれですね、これといった見どころがなかったですねまあこれもまたリアルってことで、意外と池間湿原もありますよ。浜辺のカフェ、ちょいちょいカフェとかありますよ。でもこんな感じ、ほぼ何にもない。これが池間島です。だいぶ風が吹いてきましたね。一応マイクに風防がついてるから声は聞き取れるとは思うんですけど、これカメラマイクだともう絶対無理だな。池間島だったらね、これ自転車で一周もそんな難しくないですよ。にしても信号ないでしょう。信号ないけど、横から飛び出してきたりすることもあるから気をつけましょうね。特にやっぱ今ね、走ってる車大体ワナンバーが多い、レンタカーが多いんですけど、結構変な動きするんで気をつけましょう。ワナンバーの人たちって結構普段運転しない人とかも多いと思うんでね。はい、では平良川に行きたいと思います。
ここが県道230、これは池間大橋です。相当風が強いです今。まあでもアメリカンなこのドラッグストアやっぱさすが安定してますね。今ね、日陰になっちゃってて海があんま綺麗に映ってないかもしれない。本来むちゃくちゃ綺麗なんですよ。ちょうど今ちょっと雲が多くてね。はい、ということでね、池間島一周でした。あっという間ですよね。すごく綺麗でしょ。で、あの島がですね、大神島っていう島ですね。残念ながらこれね、車で行くことができません。橋がないので船で行くしかないんですけども、この辺も海綺麗ですよね。宮古島のひららの中心地からもね、どのくらいかな、30分ぐらいでね来れるんで、ぜひツーリングチャレンジされてみていかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。